3月26日です。だいぶ気温も上がってきたので、レタスとサニーレタスの屋外への植え付けをしたいと思います。これが苗の状態です。これがレタス苗です。そしてこちらがサニーレタスの苗です。ここが植え付け場所になります。一応ビニールシートを下に敷いてありますので、上にはかけませんけれども、もうそろそろいいんじゃないかと思います。植え付けをしました。株間22センチで2列に植えてます。これがサニーレタスです。でこちらがレタスになります。レタスは2粒下に巻いてますんで、ほぼ2本生えてると思いますけども、途中で弱い方の苗を取って食べちゃいます。最後は1本になります。こんな感じです。